テクサーカナはアメリカ合衆国テキサス州東部の防衛軍東部に位置する都市であるアークラテックス地域と呼ばれる宗教を挟んでアーカンソー州テクサーカナと一つの町を形成している2010年の国勢調査ではテキサス州側の人口37,103人だったアーカンソー州側と合わせた人口は67,784人 総面積は70.35平方マイルである。防衛軍及びアーカンソー州のミラー軍を合わせたテクサーカナ、テクサーカナ大都市圏を構成しており、その中核都市である。テクサーカナ付近の広大な地域では、鉄道がもたらす、可能性が早くから分かっていた。1850年代後半にカイロフルトン鉄道の建設者がアーカンソー州を横切って、 着実に鉄道を延伸させていた。1874年までにレッド側を越え、テキサス宗教に到着していた。この年2月16日の3月19日の間で、列車がテキサス宗教とレッド側の間を走り、乗客と貨物は船でフルトンまで渡され、その先はまた列車に乗った。1874年3月20日にレッド側橋が開通し、その日から列車は テクサーカナからセントルイスまで走った。1870年代は鉄道建設者の間に鋭いライバル関係があった。テキサスパシフィック鉄道がテキサス州を横切りアーカンソー宗教に達した。宗教は別々の鉄道が接続する物流拠点だった。1873年12月8日、テキサスパシフィック鉄道が 後のテクサーカナ氏の最初の区画を販売した。最初の購入者は、ユニオン駅の対面、現在ホテルマッカートニーが建っている土地を購入した、JW デイビスだった。テクサーカナという名前を誰が付けたかは不明である。一般に広まっている話では、ガスノーベル大佐であり、リトルロックから宗教まで、アイアンマウンテン鉄道の通行券を測量した。一枚の板に、 テックスアークアナと書いて一本の木に釘で打ち付け、これがここに建設される町の名前だと言ったとされている。アーカンソー州のミラー軍は一旦廃止されて後に再建されたことでおそらく国内唯一の軍である。1820年に設立され、アーカンソー州初代知事のジェームズ・ミラーにちなんで名付けられた。設立された時、軍とメキシコを分ける国境が かなり曖昧なままだった。その結果、開拓者たちはメキシコが所有しているかもしれない土地に、アーカンソー州が課税し徴収していると考えた。さらに、メキシコ人によって、テキサス人が抑圧されていることに、多くの者が不満を抱き、公然とテクシャに対する同盟を宣言した。このことで、不安定な状態が生じ、テキサス共和国が設立された後はさらに悪化した。 1838年、アーカンソー州知事のジェームズ・コンウェイは、最も容易で、効果的な修復法は、ミラー軍を廃止して、より愛国的な地域に付設することであると提案した。その時から1874年まで、この地域は、ラファイエット軍の一部になっていた。その再設立の話は1873年に、テクサーカナの町のロットを販売したことから持ち上がった。 テクサーカナの町は1874年6月12日に設立された。さらに法人化は町ができて7年近く経った1880年10月17日になってから実現した。1873年12月8日は両州のテクサーカナが組織化された日と認められている。テクサーカナは週間高速道路30号線と アメリカ国道59号線、道67号線、道71号線、道82号線が交差するところにあり、テキサス州の最北東部、テキサスアーカンソー州境に位置している。座標では、北緯33度26分14秒整形94度4分3秒、北緯33.43722度整形94.06750度、 33.43722-94.06750にある。時間帯は中部標準時である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は27.7平方マイルであり、このうち陸地25.6平方マイル。 水域は2.1平方マイルで、水域率は7.58%である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市の2009年包括的財務報告書によれば、市内の主要雇用主は次の通りである。市の最新包括的年間財政報告書によれば、歳入は3600万米ドル、歳出は3700万米ドル、 総資産は1890万米ドル、総負債は350万米ドル、現金及び投資額は1億720万米ドルとなっている。テクサーカナ氏は昔から民主党寄りであるが、テキサス州議会両院に送り出している議員は共和党員である。上院会員ともに第一選挙区に属している。 テキサス州刑事司法省がテクサーカナでテクサーカナ地区釈放事務所を運営している。テキサス州第6高素裁判所が中心街の2州司法ビルにある。連邦議会の代表はテキサス州選出上院議員の2人とも共和党員である。会議員はテキサス州第4選挙区に属し、やはり共和党員を選出している。連邦裁判所がアーカンソー州 テキサス宗教のすぐ上にあり、宗教をまたぐ唯一の連邦政府建造物となっている。連邦政府共生施設テクサーカナは、テクサーカナに近い防衛軍未編入領域にある連邦刑務所局施設である。市内の大半はテクサーカナ独立教育学区の管轄内に入っているが、リバティアイロード独立教育学区とプレザントグローブ独立教育学区にも一部が入っている。 市内には、コミュニティカレッジのテクサーカナカレッジと、新しい4年生大学である、テキサス A&M 大学、テクサーカナ校がある。市内には、進学的に保守派のアメリカバプテスト教会の本部があり、そのミッショナリーバプテスト教会は、テキサス州、アーカンソー州、ルイジアナ州、オクラホマ州、ミシシッピ州の中で、最も信徒が多い。テクサーカナ地域空港が、 アーカンソー州テクサーカナ市内にあり一般用途空港として使われるほかアメリカンイーグル航空がダラスフォートワース国際空港へ定期便を運航しているアムトラックテクサーカナ駅テクサーカナユニオン駅が中心街の宗教沿いにありアムトラックが西のダラスから東のリトルロック経由でシカゴまで毎日列車を運行しているテクサーカナ都市交通地区が 町の使用地域に急路線のバスを運行している。利用時間は月曜日から土曜日の午前5時半から午後6時20分までである。週刊高速道路30号線が市内の北を通っている。西の環状151号線がテクサーカナ環状線の一部となり、それが市の西、南、東を回り、週間高速道路30号線が北を受け持って、 環状線が完成している。週刊高速道路369号線が環状151号線の西側部分である。現在週刊高速道路49号線を建設中であり、ルイジアナ州、シュリーブポートとをつなぐ予定である。ありがとうございます。